こんにちは、デモンストレーターの田原栄一と、あれこちらに法政堂のお二人がいらっしゃいますね。こんにちは。はい、先日の法政堂2からの配信をご覧いただいた皆様ありがとうございました。ゴールデンウィークのね、5月2日にやらせていただいたんですけども、ちょうどここの、私今映ってるところ、反対側のところでブースで喋らせていただいたんですけども、レンズベビーのベルベットとホギーの B ということで、ソフトフォーカスを押しで行ったんですけども、実はご参加の皆さんから、後ほどご意見があったのはこちらのレンズベビーですね。先っぽが曲がるタイプの、これコンポーザープロ2というタイプなんですが、このタイプを見たかったと。で、この先っぽをいろいろね、今回ご用意を変えて用意しようとしてるんですが、ご覧になりたかったというご意見にお答えして、このお二方からご要請がありましたので、今日、デモ機をご用意しました。というわけで、高精度2の店頭で、どれぐらいの期間にしましょうか ?5 月いっぱいみたいな感じですかね。もうちょっと延長するかもしれませんけど、5月いっぱい、高精度2の店頭で、富士 X マウントのコンポーザープロ2、そしてマイクロフォーサーズのコンポーザープロ2、先っぽがエッジの50というタイプと、ツイートの35、そしてツイスト60ということで、3つの種類の先っぽを交換して使えるようにしてご用意いたします。レンズベビー、先ほど体験いただいたんですけど、どうですか？面白い写真が撮れます。ね、面白いの撮れますよね。なんかこう、ピントが合わせたいとこと、合わせたくないとこがうまく操作ができる。はい。はい、そういうことなんです。これね、曲げることで、ピントが合うポイントがずれるんですよね。同じ面、普通ピントって面で合いますから、全部同じようにピントが合うところが、これで傾けることで、合うところと合わないところが同じ面なのにできちゃうということで、見せたくないところをうまく隠せるかもしれない。みたいなことになりますから、うん、ぜひね、こういったレンズ、今回は触れるように置いておきますので、チェックいただければと思います。そして今回、ここの高精度2さんは富士 X マウントのお客様が多いというふうにお伺いしましたので、こちらです。トキナーですね。トキナーの ATX-M の 33mm の F1.4、そして 23mm の F1.4 も店頭で触って体験いただけるように置いてます。最新のレンズなんで AF も静かで速いと。いうところもご覧いただけるかなと思うので、ぜひ、はい、5月の下旬まで、まあ、5月いっぱいですね、こちら、南浦和の駅から4分、はい、の高精度2さんにお越しいただければと思います。よろしくお願いします。お待ちしてます。遊び来てください。